太子です。プリンセスリーグ B ブロック選手紹介、今回は浅見真希プロです。よろしくお願いします。お願いします。するしない、お願いします。はい、プリンセスリーグ、はい、今日打つわけですけど、これからです。待って、衣装どうしたの？見ます。これ映る映る、立ったら映んない？ふわー、映ってる映ってる。これ何、カーテン？違います。違います。家のカーテン引きちぎってここまで来たの？あるけどね、こういう。え、なんかすごいおしゃれなカーテン。いや、すごいプリン、カーテンじゃない、プリンセスっぽいかなと思って選んでみました。アジア系のプリンセスよね。アジア、ヨーロッパではないよね。ヨーロッパではなかったね、うん、もうちょっと素敵な感じ。いろんな姫様いるから。いや、そう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 、アサミマキはアジア系、アラジンの、アラジンの感じで行こうかなと思ってでも可愛い、こういう麻雀打つですもんね。こういう麻雀これでこうやって麻雀、うんうん、ちょうど袖邪魔じゃないし、そう、麻雀打ちやすいし、ベストですね。はい、これでいきます。さあ、プリンセスリーグ始まります。はい、今回のこの B ブロックのメンバー見てどうですか？ねえ、B ブロックパンって見たら強えって思ったけど、うんうん、じゃあ逆に A ブロック見て弱えと思うかって言ったらそんなことないですよ。で、C ブロック見てどうかと思ったら全然違う、そんなことない。みんなね、うん、みんな本当どこのブロックになっても当たり外れないから、うん、きついなと思うんですけど、でもなんか普段あんまり打ったことない人もいるから、うんうん、それは純粋に楽しみです。 B ブロックの中であんま打ったことない誰ですか？あんま打ったことないの、あんま打ったことない、さつきさん、あんま打ったことない。あ、なるほど。くて、うん、で、私も要注意人物にしてるんだけど、うんうん、もうすごいじゃん、マスターズ買って、うん、強い。そうで、結構なんか喋りでぼやかしてくるじゃん、あの人。そういう手口 ね、うん、あるある。いいお天気とか言ってる似てるじゃん。似てる、似てる。でもすごい強いっていう、そのギャップに、うん、ちょっと騙されないようにしないとなというか、すっごいしっかりされてる麻雀打つし、ブログとか読んでてもすごい思考がそう緻密な人間だわって思ってて、いろいろ調べてるんですね。そう、ファンなの、さつきさんの。ファンなんだ、うん、純粋にファンなの多分じゃあファンだから気をつけてるんだ。気をつけてる、うん、なるほどね、はい。え、選ばれた気持ちどうですか、このプリンセスリーグのメンバーの中に。うん、なんかありがとうございますって感じでしたね。あんまり対局番組で対局をしてないので、あんまり。そっか、 MC のイメージの方が強いか最近。そうですね、ですね。うん、それはローさんでいうと、あのオールスターとかもあったけど、うんうんうん、チーム戦、うん、あと夕刊フジとかのチーム戦とかも放送対局はあるけど、うん、個人戦のそういうリーグ戦っていうシステムでの、うん、結構打つ、しかも全部放送されるやつ、うん、そうそうそうっていう放送対局がすごい久しぶりな気がして、それはなんか嬉しいけど、うん、緊張すごいしてて。緊張するんだ。緊張して、私も今日こんな緊張すると思ってなくて、もうこんな服着てるけど、いや、そう、緊張してんのよ。紛らわすためになんかカーテン着たんだ。カーテン着たから、カーテンじゃないから、アジアビューティー、何回言わせんのカーテンじゃないそうなんだ、緊張してるんですね、対局だからだ。はあ、珍しく喋る方が緊張しないですか？実況とかもあんま緊張しないじゃないですか。一緒タイプだ今は、うんうんうん、最初の方は緊張してたんだと思うけど、ちょっと麻雀するってなるとね、え、でも麻雀でとちるわけにはいかないわけですよ。とちる、我々は麻雀プロだからとちったけどね、とちった人もいるけどね、うん、何のことかな何のことかな、いろいろあるけど、そこじゃあちょっと早めに集中できるといいですね、うん、そうですね。最近なんかこう麻雀勝てるように何か変えたりとかやってることあるんですか？変えたり、あ、変えたり、リーグ戦、今期からリーグ戦をすごい押してて、私、あ、攻めっ気に、そう、戻って、シフトチェンジ、はい。もともとね、守備を忘れた、特攻すんだろだみたいな、特攻すんだろだったんだけど、二十歳そこそこの頃は、うん、で、それが30手前にしてピヨピヨになりで、30を超えて、もうなんかおおらかな心で全部押すみたいなすごいね、シンデレラがアジアンの方のプリンセスいっちゃったっていう変化がちょっとあって、まあ、それが今どうハマってるかは自分の中でよくわかんないんですけど、今はそんな感じで打ってるのと、あとパワーストーンを作って見せてあげてくださいよ、これ。変なこと言って、これ、これ、あの、この前旅行に行った先のね、うん、お寺でね、うん、ちゃんとお寺が、うん、あの、払って清めているパワーストーンを使ってね、うん、4000円で作った数珠を今日もつけてきたので、今のところあの2戦2敗なんですけど引きちぎれよ、昨日、一昨日とすごいスカボコに負けてるんででもこれ何、勝負運が良くなるんですか？勝負運が良くなる、この大きいね、その親玉さんがね、うん、勝負運がすごい、良くなるやつなの、そうそう、うん、
で、あのお願い事が叶いますよっていう意思と健康が良くなりますえ、じゃあこれ優勝じゃない？お願い事。いやね、ただねちょっと今んとこ信頼度低いから今んとこも今すぐ捨てたいぐらい そうだ健康の玉もつけてんのに昨日からすげえ背中痛くて何これ悪霊ついてんじゃないどうする貸すいやマジこれじゃ負けたらやばいねちょっと無理ですね勝ったら貸してあげるね勝ったら貸してあげるでは最後に意気込みお願いしますはい8分の2で準決勝はいで3位から4位とかになっちゃうとプレイオフまあまあまだチャンスはあるけど、はい、苦しいかもしれないでそのごちゃごちゃした戦いに巻き込まれるとちょっとどうなるかわからないので最初から上位に入れるように攻め気味で押し気味で打って準決勝までまずは進出したいと思います頑張ります入っちゃうよってことですねはい、はい、さあというわけで今回は浅見牧原でしたバイバーイ